名古屋港。名古屋港は、愛知県名古屋市、東海市、千田市、八戸市、海府郡飛島村にまたがる港湾である。地元では名港の略称でも呼ばれる。日本の主要な国際貿易港、五大港の一つ。年間の総貨物取扱量、トンは2002年から2015年まで14年連続で、日本一を維持していた。2014年の貿易額では、 東京港についでに、輸出額が輸入額を大幅に上回っていることが特徴で、2014年の輸出額は日本一。港湾法上の国際拠点港湾、高速法上の特定港、また、四海市港とともに、政令上の指定港湾、旧スーパー中枢港湾、国際バルク戦略港湾に指定されている。 2010年現在、横浜港に次ぐ日本最大級の貿易港である。ただし、神戸港や横浜港、東京港、数々の港が、それぞれ単独の行政区域内で構成されるのに、対し、名古屋港は、複数の自治体にまたがる。愛知県内に、トヨタ自動車などの輸出企業を多く用し、自動車関連の輸出が半数以上を占める貿易港である。 輸出入送額、外貌貨物取扱い量ともに、日本最高クラス、2009年、外貌コンテナ取扱い個数国内第3位、年度負傷。公安管理者は、愛知県、名古屋市が設立する、特別地方公共団体、一部事務組合の名古屋港、管理組合。管理組合管理者は、愛知県知事と名古屋市長が2年交代でつく。 2011年4月現在の管理者は名古屋市長。2011年4月現在の専任副管理者は国土交通省 OB。他の2名の副管理者は愛知県副知事と名古屋市副市長。1896年に工事が始まり、愛知県理事、奥田助七郎らが建設に尽力。1907年10月に厚田港が名古屋港に名称変更。 翌月に開港した。隣接する重工業地帯では、戦前中島飛行機や三菱航空機などが冷式、環状戦闘機、冷戦など一連の傑作機を生み出した。1946年に国際港、1951年に特定重要港湾に指定された。1959年に伊勢湾台風の直撃により大きな被害を受けた。2004年7月に、 スーパー中枢港湾である伊勢湾の港の一つとして指定された。1997年、開港90周年を記念して、日本岸と海王丸が同時に寄港。この2船は、さらに2001年の名古屋港管理組合創立50周年、及び2007年の開港100周年を記念して寄港。2011年にも2000同時の寄港を果たしている。また、2007年、 開港100周年を迎えて11月3日より11日まで開港祭ウィークが開かれ、11月24日には西英文丸と大西丸が同時寄港した。2013年8月には海上自衛隊の護衛艦秋月が名古屋港水族館近くの岸壁に寄港した。この他にもガーデン不当岸壁では不定期に総改底などが展示されることがある。 また国産イージスカがけ好きが展示された際には、最新鋭の国産館展示が好評を博した。2017年11月にも、日本館と海王丸が寄港した。名古屋港内において、総合展示場施設、ポートメッセ、名古屋などといったイベント会場が集約する商業、区金城府島では、デンマークのレゴ社公認の総合テーマパーク、レゴランドジャパン着工し、 2017年4月1日にグランドオープンした。新たにララーポートとレゴランドが進出した近城不動までの交通アクセスは青波線の終点近城不動駅である。世界で8番目のレゴランドであるレゴランドジャパンには併設されるホテルやショッピングゾーンなど総合的な大規模テーマパーク整備が進んでいる。府は常用漢字ではないので 公式な表記では、零零不当を用いる。旧二豪地三不刀、かつての物流の中心。付近は1992年完成の名古屋港水族館など娯楽、商業施設が揃った観光地ともなっており、地元ではこの界隈を指して、名古屋港、名港と呼ぶ場合もある。ガーデン不刀は、シャチの外観の遊覧船、近社地で知られるようになった。 名古屋港遊覧船の乗り場もある。その他、ガーデン塔の1号岩壁から4号岩壁は、日本岸海洋丸をはじめとする、イベント誘致船やアスカイ、パシフィック、ビーナスなどの大型旅客船が停泊する。1985年からは、南極観測船、富士が永久経流されている。2009年1月7日に、 富士の渓流設備に損傷が見つかり動線の一般公開を休止したが、24日に復旧し、公開を再開した。海の日、ハッピーマンデーが施行されてからは、それに準ずる前今後週の土曜日、または日曜日に行われる、海の日名古屋港祭り、クリスマスの時期に行われる、スターライトレビューある。百四十六年に第一回が開催された。 名古屋港祭り花火大会もここが会場である。1989年の世界デザイン博覧会、2007年の名古屋港開港100周年記念祭には、中心地となってイベントを開催している。また2005年の新世紀、名古屋女性紀博の開催中には、愛知万博の開会式典で展された金シャチ。 のメスいっをガーデンふ頭内の臨海緑園で一般公開を行っている。2012年に名古屋市が主催した第1回名古屋街並みデザインセレクションにおいて名古屋港ガーデンふ頭のイルミネーションが市民投票により街並みデザイン20選第1回に選定され、1990年完成、周辺が 現在の物流の中心地であり、不当中心部には、名古屋市国際展示場、ポートメッセ名古屋がある。2011年3月14日に、JR 東海の運営する、リニア、鉄道館がオープンした。2015年4月15日に、港区近所不当において、世界8カ所目かつ、国内初のレゴランド屋外、テーマパーク、レゴランドジャパン名古屋の建設工事着工。 2017年4月1日にオープン。名古屋港開港100周年記念事業の PR キャラクターとして、ポータン、ポートンとミータンがいる。デザインは、長崎市のデザイナー草野啓示によるもの。船止めのボラードを擬人化し、今後の名古屋港の発展と安全を願う、明るく、この炎として笑顔を表現している。名前、ポーはポート、港を意味し、タンは、 語呂がよく、親しみやすさを表現している。名古屋港が誰からも愛され、さらに発展することを願って命名された。2006年11月15日に、名古屋市港区で特別住民票登録をし、マスコットキャラクターとしては、初の名古屋市民となった。美しい珊瑚礁に囲まれた名もない南の不思議の島が、出身地。青年月日は1907年11月10日。 10年に一度1歳ずつ年を取るという設定で2007年11月10日の開校100周年記念日で10歳とな。住所は名古屋市港区入選1丁目8番21号。ポータン同様、ボラードがモチーフになっている。名前の由来は海、港、また美の音読み、美から来ている。各種イベントなどで多忙な日々を送っているポータンの 手伝いにやってきた。性別、年齢とも不詳。美しい珊瑚礁に囲まれた名もない南の不思議の島が出身地。ポータンのことをお兄ちゃんと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。